あれ？俺のモダンマスターズどこかな？はい、ここですね。チアズの会です。こんばんは。ということで、なんかもう月末に2パック剥く会みたいになってますけれども、今月もやってまいりました。スナップキャスター明治、春章の窓押しが出るまで終われませんという、鬼企画。現在ですね、僕自分で買ってるので10パックと。で、イニストラードをパックで買ったのが4パックかな。なので6000円と、1万5000円なので2万1000円ぐらい使ってますね。スナーキャスはまだ出てません。ちなみにもうそろそろでスナーキャスが4枚普通に買えるレベルに到達してしまうので、なんとか終わらせたい。この企画老後とかまでやってたらどうしようって最近夜も眠れないことが多々あるので、なんとかして当てたいと思います。それではよろしくお願いします。あれですね、もう昨日かにはもうアモンケット発売ということで、皆さんどうでしたか、アモンケットは。僕はですね、今日雄大と、シールドに出てくる予定なので、実は言うとですね、アモンケットはあさって発売でございまして、その前収録をしてるんでね、今日雄大を収録と、シールド行くためにダイアンでこれを撮っております。はい、お願いします。スナキャス出してこの企画を終わらせたい。お願いします。お願いします。はい、これでねドラフトとか結構やったんですけど、かなり面白かったですね。シールドもやってみたかったんですけど、ちょっとシールドまでさすがに怖くて。はい、これも好きです。結構復活。先人の知恵に学ぶには本人から聞くのが一番よって。ビビるだろこんな状況。骸骨出てきちゃって。はい、元気の印象。我は平成ナスマの全ての施術を地に引き込むね。引き込むね。ああ腐れ版ね。はいはい、次いきます。はい、おー、これね、リミテめっちゃ強い。うん。はい。次。ほい。おかん。はい、次。これね。シミックではかなり美人の部類に入る。この子ね。シミックではかなり美人ですからね。はい、次。おー、ゆでちゃ！ゆでちゃいいな。普通に嬉しいな、これは。懐かしい。次いきます。11というの庇護者。はいはいはい、11が出ると44が出ると。のこの子。次 U07 誰。お、懐かしい、使ってた。雄大とまだ2人でやってる頃に使ってましたね、これ。俺、うわ懐かしい。最後まだね、まだワンチャンあるから、まだワンチャンあるんで頑張りたいと思います。すっ、ない馬力充電。でも光り方はめっちゃかっこいいんでね。スナーキャスはまだ出てません。スナーキャスはまだ出てませんね。ちょっと最後スナーキャスなんじゃないかって淡い期待をしたんですけど、もちろんスナーキャスではないです。はい、さてさて、本当ならね、イニストラードを向き続けてた場合ならレアだったんですけども、わざと自分でね神話枠に繰り上げるという鬼の所業で、挑んでおります。この企画ほんま頼むぜ、マジで辛いぜこの企画。はいはい、穴を削んまい寿司三昧。はいはい、リピーターサミ。はいはい、次いきます。はいはい、わあ、DJ コー。DJ コーと穴開けそんまい来たってことは結構熱いな。はい。探検。そうだね。僕たちはマジックという世界を探検してるのかもしれない。はい、次いきます。骨の粉砕。ほう、サクリでいったらかい。はいはいはい。裂け目の集いの魔女はグリクシスにいつ生命が満ちるのか、その未来について語ってる。今のところ彼女らも闇の魔法をなすための力をせいやで技えなくますね。はい、お、落とし穴がね、これね、あの全て毒が塗ってあるんで、悔いには私なりの慈悲ということでね、即死はさせません。結構ド S な多分お話なんだと思います。次。はい、ああボーラスならないし、マーホークね、かっこいいですよね、マーホーク。僕も好きです。モダンでね、マーホークこの前やられたんですけど、まあ強いね。あのダブルシンボルの マーホークをパンプするあの子がちょっと強すぎて止まらなかったです。次行きましょう。はい、ボロスのモン。はい、次。さあ、オルゾバの贈り物が出てる時大体しような気がする。はい、
おー、シンコレン懐かしい、めっちゃ使ってた。しかもこれプロモ版があってね、多分もしかしたらこの辺に出てるかもしれないですけど、そのプロモ版をとこのシンコレで多分僕7枚か8枚ぐらい持ってましたね。めちゃくちゃ好きで、命チラシのゾンビっていうカードがあったんですけど、その命チラシのゾンビとシンコレを出せばどんなデッキでも大丈夫って、稲葉物分けってやってましたね。はい、スッインカン、はい、まあね、あのヤマトとか持ってきてもらった時便利ですからね、シミックの人は持ってた方がいいですよ。はい、次、はい、接合者、はい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 、ね、次2番目、はい、次、おお、ギルドもいいの、いや、月2枚目。え、初期傷？あ、俺の指紋？はい。ということで、血染めの月2枚目が出ました。もう血染めの月はいらないので、そろそろね、何か当たってください、本当に。ということで、まあでもこれでね、モダンのね、サイド、精神が弱い人が使う血染めの月2枚持ってますんで、僕。精神が弱いからもしかしたら使うかもしれません。はい。ということで、今月もスナキャスは出ませんでした。なキャスト本当に出るのか。いや、これね、自分で言い出した企画なんですけどね、ちょっと沸騰する証拠が4枚そろそろ返そうと思うとね、結構きついですね。まあでも言ったからには続けますけど、続くシリーズはもうないと思ってください。その代わり続けます、やっていきたいと思います。ザキオさんもね、頑張って向いてますから、僕もたまにはそういうのねやってみたいと思います。はい、というわけで、今月の回パックむくってよ、スナップキャスターメージが出るまで帰れまてん、あ、終われまてん、以上になります。出ませんでした。来月またお楽しみに。邪魔だ。